お疲れちゃんです、ロットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらメガナイトラムデッキねやっていきたいなと思います。というわけで最近ですね、このゴースト型そしてファイブ型のね、メガナイトラムデッキが流行ってます。前までは有能でね、ポイズン、だったんですけど、まあ、2枚変わりましたね。ヒースピンもなんか違ったかな。ヒースピンの枠もなんか雪玉があったり、まあ、なかったりとか、まあ、いろいろあったんですけど、まあ、最近すぐこの方が使われてますので、今日はこれやっていきたいなと。ウルトラ5枚でね、非常に、こう、マジで無課金の人にとってすごいお辛いね、まあ、デッキなんですけども、頑張ってください。宝箱からウルトラ出るのに祈ってくださいと。まあ、いうわけでね、やっていきたいなと思います。で、さあ、ムートですね。ムートも、ここ最近なんかね、謎に増えてるんですよ。新兵隊ムートの、なんかバルーンだったり、新鋭隊ムートのロイホグだったり、なんかムートの小樹ババ、ムート小樹ババデッキみたいな、まあ、こう陸でね、すごい攻めるデッキとかだったり、なんかね、ムートの採率がすげえ増えてるんですけども、よいしょ、なんか流れが非常にいいですね。これワンパンしましたね。はい、グッドゲーム。これ、だってこのグッドゲームとか言ってたら折れなかった時マジで悲しいんですけども、よしよし、これ折れましたね。ちょうどエリキね、相手が裂いた後なんで。はい、というわけで、まあこれはね、なんでこうなったんだ？ちょっと待って。本当になんでこうなったんだかわかんないんですけども、相手が初手からムートをね、裂いてくれたんですよ。まあ初手から5個裂いて、僕がそれに対してインドラ合わせて、まあなんか、そのままね、5アドですね、美味しくいただいてみたいな感じなので、初手にこう4コース、5コースとかを、こう、簡単に裂いてしまうと、まあ、今みたいな感じでね、逆に大ピンチになったりすることもあるので、まあたまたまね、相手のなんか手札とかが事故ってたら、別にまあなんとかなるかもしれないんですけど、結構危ないんでね、初手から4コース以上、まあ、4コース以上が基本的に危ないんですかね。お裂くのはぜひね、気をつけた方がいいかなと。そう思います。というところで今回相手がやべえババコヤメガナイトプラスのババコヤっていうちょっと珍しい編成ですね。でこれ結構やばいですね。あでもこれさては神ファイボ、この後ろのババと後衛を全て焼く、えみっちり防衛してる気がする。よいしょ、あ危ない、ナイス。さあこれはここまで来たらさすがに逃げ切りたいですね。で、相手のデッキがなんだ？相手のデッキがちょっとわかんないですね。ババコヤメガナイトで、まあ、スケラとかラムライダーとか、まあ、その辺の可能性はすごいあるかなと思います。で、ムートテリキリのね、こう、事故と言いますか、なんか、後衛がね、めちゃくちゃ溜まって突破されるっていうのは気をつけたいですね。しっかり後衛にはファイボットスプル打って、まあ、なんとかしていけばね、大丈夫でしょうというところで、まあ、ゴーストの強みはですね、なんか隅っこからやっぱ出せる、なんか隅っこから出せるので、こう、まあ、相手の陸をね、こうなんか、なんていうんだか、陸をまあ咲かせられるんですけど、逆サイ誘導とかができなくなったんで、これどうせならちょっと完封して勝ちて、ちょっと待って、どうせならノーダメで勝ちたいっていう欲がね、あー、オッケー、グッドゲームですね。なんかこう、前まではボムタワープラスのアイゴレとか、まあ、ボムタワープラスのナイトとかに対して、まあ、有能型だと、まあ、本当に完全にイモられると、まあ、突破できないというか、もうなんかそう、突破する方法がなかったんですよね。有能だと。まあ、頑張って追加でがあったんですけど、ゴーストだと隅っこに出せば、まあ、施設に釣られないのと、こう、アイゴレでとかだったら誘導もできないので、まあ、そういったところでは、なんかまあ、施設プラスの、まあ、マスケとか、イモリ系に対して、まあ、ゴーストだと、まあ、突破しやすくね、なりましたね、と、まあ、いうところでね、なんか、ウィザードとか、まあ、そういう範囲系のユニットとかにも、結構ね、ゴーストは優秀なんでね、透明になって近づいて、バシンというわけでさ、今回の相手はウォールブレイクですね。さ、早速ね、行きましたね。で、アイスイズなので、まあ、バルキリーアイスイズ型だと思いますね。麦、タンとか、まあ、麦とかが、公式戦で使ったような、そうですね。ボムタワーロケットだと思います。で、ボムロケなので、こゴーストとかちょっと先行させるとね、相手としては非常にうざいんですよ。で、ここで、逆サイドに、よいしょ、このね、ラムを飛ばすことによって、このラムがね、施設に寄らないので、入ります。まあ、なんですけど、普通に、
なんかただの許容で終わってカウンター怖いですね。まあでも、これもね、非常に相性がいいと思いますね。で、アイスイズバルキリーロケの、体育がまあ言っちゃえばアイスイズだけど、インドラですね。このインドラが相手としては非常にね、きついというところで、これ、ファイブにしよう。なんかエレキだと、まあ早めのエレキだったら押されたんですけど、エレキちょっと出すの遅れて、2枚咲かないと止まんなかったんで、エレキかタレだったら、エレキタレしないとね、止まんなかったんで。まあ、今のはちょっと楽して守っていきます。これ、ケツから、メガナイト組んで、なんかもうメガナイトインド組むだけで、相手としては絶望だと思うんですけどね、僕としては。これも許容して、この相手のバルキリーも、言っちゃえばこれ、4アドみたいなとこありますからね。僕のメガナイトの方がさすがに強いので、で、これもうゴブリンとか無視ですよね。無視無視無視。だってこれマジで勝ったっすよ。メガナイト歴組む。で、なんなら、こっちにゴーストとか出してあげて、からの、よいしょ、ディガーの防衛があるんですね。あ、それはちょっとせこい気がするが、あ、でもいい。これで、まあまあまあ、まあまあ入ってますね。まあさすがに、これ多分、僕の相手がもしかして麦だったら、いや、麦でも勝てそうだな。いや、麦だったらもしかしたら負けるぐらい。いや、マジで、あいつ、アホみたいにうまいんでね、なんか。いや、お前それで守れねえだろっていうの当たり前に守ってくるので。まあまあまあ、ここで一回、ケツですね。ケツメガナイトして、形を組んでいきます。まあ、ボムドア咲いたので、まあ、次のボムをね、相手置かないと守れないし、これですね。まあ、メガナイトインドラ、普通は、組むだけで絶対きついんですよ。普通はね。この人が普通であってほしい。うん、でもロケ防衛するけど、いや、そうなの、絶対きついんですよ、陸が。ゴブリンとかなんでね。で、これでボムタワー咲いた、そして逆サイドにラム。いや、ちょっと待って、止まりそうなんだが。ちょっと待って、止まりそうなんだが、あんなこと言っといて。OK、まあ、ケツから組むだけですね。アイグ、これは生きてえなー、さすがに。ダメージ的にはいいんですよね。あとは、よいしょ。さあ、しっかり守って、OKOK。で、まあ、メガナイトインド組みつつの、エレキとか高め置きつつの、よいしょ。いや、絶対うざい、これ。てか、なんならラムいらないまである、これ。この、周りのユニットが、意外とこう、陸系、枯渇的なね、部分があるので。あげい、グッドゲーム。いや、マジでね、これはちょっと結構デッキある、デッキパワーあると思いますね。昨日かな、なんか変なデッキ。ペッカメガナイトとか、僕たまにね、結構、イカれたデッキを紹介するんですけど、なんなら今日の動画も、なんか、キョスケメガナイトスパーキーウィザードみたいな、なんかすごいデッキがあって、今日それにしようかなとも思ったんですけども、さすがに、何日も連続でイカれたデッキ紹介してても、まあ、真面目な方でね、1ミリも参考になんねえよっていうところがあると思ったんで、今日はちょっと真面目なね、まだ一気、なんでぜひこれ使ってみてください。で、あとね、チャンネル登録者が、あといくらぐらいだろう、1700人かな。あと1700人ぐらいで、チャンネル登録13万かな。あれ多分、そう、13万いくんですよ。やばくないですかやばくないですかって言ってもわかんないかもしれないんですけど、マジで、なんか、えぐいっすね。なんかここまで来れるとも思ってなかったので、めっちゃ嬉しいですね。なんで、まあ、ぜひね、僕の動画の、前にも言ったことあるんですけど、見てる人の、なんか、見えるんですよ、こっちからしたら。どんな、なんか、僕の動画をどんな人が見てるっていうか、まあ、年齢とか大体とか、なんかあって、なんかね、僕の動画、6から7割ぐらいの人が、チャンネル登録してないんですよね。そう、僕の動画を見てる人のうちの6から7割がチャンネル登録してなくて、まあ僕、チャンネル登録、今何ぼって言ったっけ ?13 いかないぐらい、12、はい、いて、7割から6割がチャンネル登録してないっていう。もうしたらもう2倍いけるやんけって感じなんですけど、あ、ちょっと待って。ちょっと気分よくね、なってたら、ボコボコにされてる。で、このヨーゼフって人は、もともとこの上手い人なので、ホグがね。ちょっとね、頑張っていかないといけないけど、ミニペを抑えて、あれ寝た、あ、ロケか。いやー、これゴースト単体っていい気がするな。で、これをミニペで守ってほしい。いやー、アイゴリカはさすがに。んで、ミニペで守ってくれたらなぜよかったかというと、それゴーストをミニペで守れるで、ミニペがカウンター来るんですけど、それをラムライダーで防衛ラムですね。防衛ラムで返してあげると、ラムを抑える方法がなかったんですね、相手は。なので、
まあ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 、でもね、ちょっとダメージ的にはいい感じになりましたね。よいしょ。さあ、これですね。ここで、まあ、頑張って返して、よし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 。よし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 。よしよしよし。耐えて、耐えろ。アイゴルで逆サイ誘導。逆サイには誘導はしないよ、というね。いやー、これ。いや、ミニペイだべな。絶対そうだ。ミスった、これ。ちょっと待って。あ、しかもそれうまい。たまにホグ使いがやる。しかも LSP になってやがる。いやー。やべえ、遊ばれてる。いや、あと戦略だな。これ一回突破できないですね。一回突破できないのと、プリンがやべえ。やれ !OK、そこだけやってくれたらいい。で、一回ちょっと防衛ですね。一回防衛の構えを C の。うわ、それちょっとうめえな。よいしょ !OK? いや、いいんですよね。いや、ペース的には悪くない。マジで悪くはないが、ちょっと怖い、ね。ちょっとだけ怖いですね。これ一応プリンセスやる用のゴースト出して、うわぁ、ロケ削り来たなぁ。こっからですね、問題は。僕は、あと1200を削れるかどうかなんですけど、相手はロケ削りがあるんですよね。血明がするとホグミニペ来るなぁと思って、これ行っちゃおうかな。行っちゃって。いや、これ許容ですね、相手の。神の許容。いや、でも、いい5。いや、これ、とりあえずやるか。迷う。待って。これ、これ、8枚プリン来る？いや、一応8枚プリン切り返して。これ、行っちゃおう。このメガインドがやっぱきついんですよね。さっきもなんですけど。で、ヒースピ添えてあげて。うわ、めっちゃいい、それ。あ、でもこれミニプソいた。あ、ロケボーイか。いや、でもタゲがインドラに行かねえか。ちょっと待って。怖い。これロケ使った、ハシマイプリンだけ。マジ、ハシマイプリン、一生ね。これ一発でも入るとやばい。マジやばい。本当にやばい。で、ゴーストとりあえず逆サイ添えて、ウッときたらヒースピですね。あ、だからこれなんならミニピョゴリゴリで突破したい。で、たまたまホグボーイ来る、これ。ホグボーイ来る。オッケーオッケー。たまたまホグボーイも読んでる。よしよしよし。やばい、待って。よしよし。いや、ゴースト消えろ。ゴースト消える。うえい、ナイス。いやー、いい突進ですね。いい突進ですね。オッケー、グッドゲーム。いや、これね、さっきの試合もなんですけど、メガナイトプラスインドラですね。まあ、相手にエレキとかがいると、また話が変わってくるんですけど、まあ言ってもいいか。まあ基本的にメガナイトプラスインドラの形を作れれば、相手はそれだけで結構苦しいんでね。で、その逆サイドに、逆サイドマジの隅っこですね。はい。隅っこにゴーストを出してあげると、こう、受けが難しいっていうね。ゴーストの受けに絶対1枚出さないといけないので、まあ、そうするとシンプルにメガナイトインドラだったり、その後ろのラブライダーとかも止まんなくなるよと。いうわけでね。いや、めっちゃいい感じじゃない？冴えてますね、今日。さあ、よろしく。この人ちょっとトル高いですね。で、なんかグロタイかな？今グロタイとかも来てるんで、グロタイの動画も撮りたいな。グロタイ負けるまで動画1回だけ出したことあるんですけど、でもなんなら1回しか出したことないんですけど、結構なんかね、見てもらえてて。しかも、その時のやつが、なんかな、なんか15勝無敗から、負けるまでやって26勝ぐらいか27勝ぐらいまで行ったんですよね。結構いけたんで。26-0ってやばいですよね。いけたら。さすがに結構ハードですけど。さあ、今回相手は、ババコヤですね。で、ババコヤのこのババに対してインドラ合わせるのめっちゃいいですね。足遅いし、なんかずっとゆっくりババだけ焼いてくれます。で、これちょっとミスったかな。これミスったっすね。あいつ処理しないといけない。まあいいか。まあ、ババコヤ。これスケラーワンチュン打たれるんで早めに止めます。オッケー。で、これ、エレキかゴーストか迷ったっすけど、透明なゴーストね、これなんか強いんですよね。よいしょ。タワーに引っかからないので、こう、スケをね、結構いい感じにね、処理してくれます。で、ババコヤを、いやー、むずいな。ババコヤを、これはね、ラムを通すというか、
メガナイトプラスをね、どうにか通していきたいですね。ババコヤが壊れるタイミングのメガナイトですね、が大事になってきます。ババコヤがフル、とか普通にもう半分以上 HP ある時のメガナイトは、全然こう、簡単に受けられちゃうんですけど、このババコヤでね。ババコヤ壊れる瞬間の、に橋を渡るぐらいのメガナイトが相手からしたらめっちゃうざいんですよね。なんかババコヤをもう一回置くか、それとも他にユニットで受けるか、ババコヤが回ってないとかがあるんで。だからね、メガナイトの出すタイミング大事になってきますね、これ。よいしょ。これちょっとマジで。マスキー一生厄介ですね。いやー、これは大変ですね。で、ワンチャン逆サイスキラとかも警戒しないといけないんでね、僕としては。あ、これやったか、外。まあいいや、エレキで踏んで、一旦ダメージ痛いけど、え？ちょっと待って待って。硬すぎん？いや、あいつですね。マスキーさえやれたら全然あるんですけど、何燃えてんすか。やばい。なんで？いや、もうちょっといけると思いますね。こっから？そろそろってか、まあ、こっからですね。今、インドラ残ってて、なんならきつい。ババコヤ奥が、ハンターが真下に、や、降りてきますかね。よ？でもいいや、めっちゃいい。これ流れめっちゃいいっすよ。だって、相手のババコヤが、これ今ないんですよ。ババコヤなくて、結構いい流れっすね。で、ゴーストで、陸受けを、もう一個ないんですよね。ああ。君がいんのか。あ、棒っぽい。いやー、いい棒っぽいだ。ハンターが硬いが。いやー、まあ、ありますね。耐えましょう。これ耐えるの大事ですね。でですね。これむず。ちょっと待てよ。これなぁ。インドラめっちゃ大事なんすけどね、これ。端目踏んで、スケラータゲ取ったらやばいっすね。タゲ取らせないようにして。OK、タゲ取られなかったら逆に。よいしょ。耐えれてはいますね。問題は、攻めをね、通したいと思います。インドラですね。相手エルキがいないんで、このインドが絶対きついんですよ。いや、これなんだ、端目めがないとしてえな。行くっきゃねえな。これ行っちゃって、ワンチャンある？マジでワンチャンある気がするな。よいしょ。インドラゲーをします。インドラゲーをすると見せかけて、逆サイ。生きた！え、ワンチャンある？マジで。これババカ回んねえんじゃん。で、しかもラムで、いい。いや、ペースはいい。なんなら残ってる。インドラゲーさして、インドラゲーをさしていただきたい。いただきたい。いただかせてて、ワンチャル。ん？いやー。はい。ってなわけで、ババコがきつかったっすね。いや、でも、これも勝てないことがないんですね。一回。まあでもなんか、むけずいね。ババコがきついっす。はい。ってなわけで、最後負けちゃったんですけども、ぜひね。これ、超流行ってます。というわけで使ってみてください。まあ、両サイに振ったりとか、なんかこう、自分からメガナイトを先すぎないというか、相手が攻めてくるのもあって、カウンターメガナイトとかでいけると、全然ね、勝てる可能性もあるんで、ぜひ皆さん、使ってみてください。というわけで、今日こんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。